さん、こんにちは。こんにちは、今回は色欲の続きをやっていきたいと思います。前回は生首が現れて家の中の安全点検をやり出したのよね。絶対犯人は妹だ、尻尾を掴んでやる。それでは進めていきましょう。ゆっくりメガネの時間が始まるよ。ゆっくりしていってね。しかしこんな広い家に二人暮らしとはね。移動先か、テルの部屋からでいいんじゃね。部屋の中に入り込みたいしな。ずっと住み着いてやるんだから。電気つけようぜ。生首がいたらやだもんね。やっぱり殺風景な部屋だった。特に異常はないな。部屋に物が電気しかないってどういうこと？それにしても、最近は寝るために帰ってくるだけだから余計なものはほとんどなくなったな。高校の勉強道具も、しまいっぱなしだ。もっと若者らしく生きろよ。もっと勉強しないといけないけどそうも言ってられないよな。ホスト用があるからね。ここの電気はつけっぱなしにしておこう。もうさ、家中の電気をつけっぱなしでいいんじゃない？そうね、もう眠いしめんどくさいしそれがいいと思うわ。リビング行って電気つけてこよ。明るきゃ幽霊も出てきやしないだろうから。電気つけるに決まってるでしょ。老眼で暗いと何にも見えないしね。特に異常はない、さっきまでいたしな。もう少し部屋らしいアレンジ心がけてみたら？ここの電気はつけっぱなしにしておこう。しかしぼやっとした照明ね。おしゃれなんだろうけどね。LED 希望だわ。次はトイレか、何か出そうな予感。夜のトイレってなんだか不気味なのよね。電気をつけましょう。何もいませんように。特に異常はない。ついでに用を足していくかな。私も最近はルナが掃除をしてくれるようになったので水回りもピカピカだ。以前は掃除手伝わなかったんだろうな。変わったよな、ルナ。ただのごくつぶしだったものね。学校行ってる感じもないしな。次はキッチンね。どんなキッチンか楽しみだわ。お、意外と整理整頓されてるんじゃない？早く電気プリーズ。結構広いな、使いやすそうだし。特に異常はないな。ねえ、小腹空いちゃったから何か作ってよ。最近はルナがよく料理をするので、綺麗にしてくれている。もう少し主人公も家事頑張れよ。助かるな。まったくノータッチっぽいわね。男の手料理食べたかったよな。残すはお母さんの書斎ね。書斎は何か出そうな予感がする。そういうこと言わないでよね。本当に出たらどうしてくれんのよ。電気。あ、あの椅子は。特に異常はない。夢にあった椅子と同じだ。この椅子が夢で具現化したってわけか。ここは母が生前使っていた書斎だ。本当に何も異常ないのかよ。雰囲気満載だぞ。夢で昔の俺が座っていた玉座は、これを具現化したものだった。やっぱりそうだったのね。母のお気に入りだった椅子にどうしてあいつが座っていたんだ？立ちっぱなしじゃ疲れるだろうからな。まあ、今はそれどころじゃないか。そうよ、今は生首の正体を突き止めるのが先決よ。見つからないし森路をしてもうねようぜ。特に怪しいところはなかったな。じゃあもう大丈夫なんじゃない？あの布は、何かを見間違えたのか？やっぱり妹のいたずらだったんだよ。なに？叫び声したぞ。生首が妹の部屋に出たんじゃない？ルナ、どうした？ドアをこじ開けろって。なんで開けるまで待つのかな？え、部屋に何かいるの？なんだって？どんだけプライバシー尊重してんだよ。そ、開けるぞ。もうさ、さっさと開けちまえって。ルナ、大丈夫か？ピンピンしてそうだ、大丈夫だな。え、部屋の中に人影みたいなのが。何？ドアを通り抜けて入ったんだな。実体がないもんね、幽霊だけに。確かに、あそこ、何か顔みたいなのがいるぞ。で、電撃を、スイッチはどこだ？虫取り網用意しなくて大丈夫かよ。早急に電気をつけるのよ。霊夢飛びかかるぞ。何よこれは？テルのクッションだな。そんなことはわかってんのよー。あれが人に見えたってことかよ。おーまあ、いい加減にせよ。自分で作ったのかよ。キモすぎだろ。お互い気まずくなってんじゃん。おい、ルナ。兄弟の顔柄クッションなんて普通持ってないもんな。しまったー。ここまで来るとこのブラコンはもはや病気だわ。ルナ、あれはなんだ？テルのクッションだな。非売品のね。クッション。
俺が印刷されたクッションなのか？ドン引きもんだよ。違うんだよ、お兄ちゃん。言い訳は見苦しいわよ。急に入ってくるから、隠しそびえちゃったの。こそこそグッズを隠し持ってるのが間違いなんだって。わざわざ、作ったのか？アイドル並みにいい男なのはわかるけど、自分に置き換えるとかなりドン引きするぞ。うん。仕方ない、私がもらって帰るか。脅かすなよ。切れるところがいつも間違えてる。あ、あは、あははは。顔入りクッションには抵抗ないのね。最近ルナは変わったと思ってたけど。そんなに人間簡単には変われないってことだな。やっぱり、ルナはルナだった。なんだかほっとしてるような感じね。でも、お兄ちゃん。部屋の中に、変な人影がいたのは本当だよ。今はいないようだけど。それって、布がはためくような音がしなかったか？電気によって消滅したのよ。そうだよ、どうして知ってるの？さっきお前の部屋の前で遭遇したからな。俺もそれを見たんだ。家の中を大捜索してたってわけよ。それで、家の中を調べてたんだよ。無駄だったようだけど。そうなの？見つからないとまた大捜索が再開されそうだわ。やっぱり、家の中に何かいるんだな。ルナ、ここにいると危険かもしれない。もうさ、モンスターへ逃げ込もうぜ。一緒に来てくれ。いいわね、そうしましょうよ。わかったよ。ジェリーがそばにいれば無敵も同然よ。あ、電気が。ってことは、まだ近くに生首がいるってことだな。また真っ暗じゃん。停電か？何回も聞くけど懐中電気ないわけ？それかスマホの明かりは？ルナ、俺のそばを離れるなよ。言われてみたいこのセリフ。うん。私たちにも優しさはないのかよ。なさそうだな。なんでよ、こんなに付き合い長いってのに。つけようぜ。どうせつかないって。つかないなら聞くなよな。他の部屋は電気つけっぱなしだから行ってみましょうよ。やっぱり電気がつかない。家中の電気が消されたみたいだね。なんだって？最悪じゃん。俺はここで、浮いている布を見たんだ。まだうろうろいるかもしれないわよ。私の部屋に現れたのは、人の形に見えたよ。え？進化してるの？人の形？成長してるなんてやべえじゃん。うん。そんな急速に進化するやつにかないっこないって。お母さんみたいな、フードをかぶってる感じだったよ。母さん。え？お母さんなの？お母さんの霊ってことなの？似てたかしら？確かに、そう言われるとシルエットが似ていた気がする。まさか、お母さんの霊？二人に会いに来たってこと？いや、まさか、そんな。助けに来てくれたとかじゃない？それはあるかもな、最近狙われてるし。ルナ、俺の部屋にライトがあったはずだ。寄っていこう。あったんならもっと早く出せって。うん。ああ、また大捜索か、気が重いぜ。結構階段の上り下りが答えるのよね。あったぞ。これで暗さから抜け出せるよ。ライトを用意しました。これで大冒険が始められるわね。その前に非常口を見つけるので終わりたいと思います。必要不可欠だわ。ご視聴ありがとうございました。それでは、またね。この動画をご視聴いただきありがとうございました。評価とコメントをぜひお願いいたします。チャンネル登録もしてくれよな。ちょっと、空気の読める男ではなかったのか？空気は読んでるつもりだが。マジか。おすすめ動画と関連動画もぜひご覧ください。それでは、次の動画でお会いしましょう。またね。